栗橋です。行田栗橋間30キロ栗橋Thank you.
今日は175。まず今日は吹き上げ行田から17号で吹き上げ駅に行って66、県道66に乗って北上するんですよ。70で北上したかと思うとなんか間違えて、66をずっと行ってたつもりなんですけど、なんか城西についてしまったんですよね。ああ、66の前に、ここで曲がったんかもしれんな。あ、66、ここだ。ここで曲がったから行かんかったんだ。もっと先だったんだ。66、ここ中心。ちょっと間違えて、城西に行って、持田南から城西で、これ125乗って、ベルク171。ずっとこの170、125が35になってます。30の2つあるから変わったんだ。行田市行って、鴻巣行って、加須市行って、加須市172。172で、ずっと加須市行って、加須インターを越えて、南篠崎のところをこっちに行って、ずーっと、こう125をこう来て、で、やっとここまで来たら、こう来て、栗橋のところを越えて、ここに来て、栗橋駅に来たって、これで30キロ。東武日光線まで。まあ、そういうとこです。うわ、電車が来ました。電車は事故防止のため、やむを得ず急停車することがありますので、お客様